今や毎年恒例東京オートサロンを皮切りにスタートするチューニングカーショー。東京から九州まで全国縦断で延べ100万人以上動員するビッグイベントだ。今や国民的行事に業界も成長した。暴走自動車評論家大二郎が今年の流行をいち早くリサーチ。それぞれの会場で注目マシンをピックアップするぜ。走り屋のメッカ名古屋港近くのポートメッセで開催された名古屋パフォーマンスカーショー。今年も2つの会場にギャルがぎっしり。うわうわ、車もあるでよ。やっぱりもう車のショーといえばギャルということで、大ちゃんの横には可愛いギャルがやっぱりいないと、ね、これちょっと恥ずかしいからやっぱりパンテゴラ入ってきてほしいよな。名古屋だからね。名古屋で俺3台選ぶから3台、ね、第3位、スカイラインのね、タイプ M。 このエンジン SR20 ですね。これ一応ドリフト仕様なんだけどね、はい、やっぱりこの4気筒で、はい、やっぱこう重心をちょっと下げると気持ちバランスよくなる。もうこれやるとね、もうドリフトとかいろいろコーナリングがものすごくよくなるね。なる、乗ってみて荷重移動とかが全然違う、はい、あ、もうバッチリ、うん、バッチリこれ。じゃあ次行こう、次、はい、いやこれはなかなかすごいですよ。これね、中がこうスパルタン第2位なんですよ。第2位、ジャガジャン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 、エルカミーノ。エルカミーノってもう中がこうだからね、もう中のダッシュも何ももうみんなもう針金細工ですよね。シフトはなんかこう一応シフトするんで、これ開けてシフトするっていうね。これもなかなかすごいね。うん、チョップにするともっとチャコタフになるからね。いや、これは一番いいのはね、運転しててもね、カメラに映らないです。いや、これ捕まるほどのスピード出るんですかね。いや、これはお前、まあ、V8 はお前何でもできるんだから。なんかアメリカンですか、アメリカン。V8 1500馬力だぜ。出そうと思えば。なるほど、76でエルカミノ。これは本当これ0だったら使いたいね。じゃあ最後の1位の方に行ってみましょう、第3。よし、次1位行くと。さあ、いよいよ名古屋も最後の車になりましたが、これはフェラーリという、かっこいいかっこいい。いやいや、フェラーリ、あれフェラーリ、大ちゃんフェラーリ乗ってるじゃないですか。お前バカだね、相変わらず。え、これ俺の1位だよ。ジャガ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 。レモン、MRF。これがね、問題ね。MR？ これは本当は、MR2 なんだよ。いやいや、MR2 にしてはかなり、これでかいじゃないですか、車。全く MR2 のノーマルの、ダッシュボードです。あ、確かに大カスタムメーカーガレージリボン、あそこのね本名作だよ。はいはい。ってことはまた切ったり貼ったり大きくして、これはね MR2 をやっぱりこう切って、うん、そしてフライの大きさで全部広げて、あとねパイプフレーム組んでる。このガラスがみんなノーマルのフライの標準だね。じゃあ今までの MR2 をベースに作ったやつとは全然違うわけですね。だからね、女の子でも乗れる。女の子でもフェラーリかフェラーリ乗れる。これ外観はもうサイズ全く同じだからね。全く一緒のサイズ。テストラストと走ってみたいね、ちょっとね。あ、走ってみたいね。走って本当どんなのかなっていうね。なるほど。あと音もフェラーリそっくり出してほしいね。あ、これが問題だね。これが問題だね。やっぱりこういうね、あのカスタム感心あふれた車作り、はい、それがやっぱりこのリボンの MRF、ね、うん、これにしました。まあ、これで名古屋はこんなもんですよ。名古屋はバッチリ終わりました。というわけで、はい、次は大ちゃん、はい、大阪行きましょう。大阪行きましょう。大阪行きましょう。しじゃあ大阪へ。じゃあ大阪行ってきます。2月のアレスコ、3月のオートメッセとショーが連発する大阪のベスト10は、ここインテックス大阪で開催されたアレスコ大阪モーターフェアにお邪魔してみました。さあ、ここは大阪で大増ぞな。もし兄ちゃん、なんか問題ありますか。いや、何もなかですいませんでした。というわけで大阪に来ておりますばい。あれ、アレスコっていうのはね、あんまチューニング化やんなかったんだけども、今年から結構チューニング化をね、メインでやってるから、やっとる。今回はここに来て選んでみました。うん、本当はね、もっといい車あったんだけどね。もっとあるんですか。なんとかこれにしたわけだよね。オートボーイ、ボーイ、チェイサー、全世界バーフェン愛好会最高顧問やってますから。やっぱりね、車といえばね、やっぱりバーフェン4万ドアをやっぱ叩き出してくるの難しいと思うんだ。難しかです。うん、これのね、なかなか出来がいい。これは仕上がりがいい。一見ドリフト風ね。多分これはね、あの強さだからね、最高速04ドリフト、もう何でも OK という車ね。本当はね、俺はね、やっぱりね、ちょっと迷った車があるわけよ。迷った、何迷ったの。あの大阪っていうのはね、昔からね、旧車っていうのがね、旧車が強いんだ。旧車が
30の Z だとか、ね、DR の30系のスカイラインとかそういうのがね結構多いんです。もそのね旧車から選ぼうと思ったんだけども、やっぱりこのねこれバーフェンフェンダーこれやっぱこのセンサーにはちょっと勝てなかったかなって感じで、こういうねアメリカンでね小売りしないといけない。まあ俺のシルビアの感じもよく分かってるこいつはね、まあそういう感じ、ね、やっぱりこれ後ろにこういうのよく分かっとらんばい。これもまあ俺のちょっとシルビアのモノマネって感じもしないでもないけども、やっぱりまあどっちかというとまあ好きだねこういうのは。好きやで、まあそれでこいつがね大阪アレスコのナンバーワンです。僕は選んだ最後はね九州博多で決めますから、やっぱし頑張りましょうや、行くぞ行きましょう。いよいよ大詰め、西は福岡ドームで開催のオートフェスタ98。こちらも熱気ムンムンでごちゃに増す角度なもし。東京、名古屋、大阪、ここは福岡でした。福岡ですよ。地元バイ。一応地元のコンビでお送りしますからね。今年もね福岡結構ね面白く回りますから、バンバン紹介します。紹介しましょう。行きましょう。はい。よし。九州よかとこ大ちゃんのベスト2。お気に入りのマシンでした。第2位、ね、お知らせしましょう。カチャカチャカチャじゃん。カークリエイターモリベの MR2 チューニングカーお気に入りベスト2、これが2位ですか。僕のお気に入りはねこのフェンダーね、懐かしい昔の。いやこれだけじゃないですか。ね、N2 みたいな色も別に普通だし、ね、これもうこれからね、あ、まあ、新車はねちょっとねダメ、あこれからやっぱ旧車の時代だから。でもこれ大ちゃんこれタイヤなんかタイヤもなんかなんだかわからないです。これなんかタイヤさんの裏によく落っこってる。これは九州仕様。九州っていうのはねやっぱりまだまだねこういうねあの GTR のフルチューンとかねこれまだちょっとね手が届かない。やめとる。これ一応ターボもついてるんだから今時珍しくもう中です。一応ターボもついてる。ターボは普通やね。もうターボついてればこっちでもうベストワンよ。ベストワンついてるだけで九州じゃ、君たちはちょっとね進みすぎてるね。ね、まだどんな風でしたこのマシン。まずティーバルーフね、これは当時流行ってたんだよこれ。ただティーバルーフついてたけどお姉ちゃん乗ってきたからね。今やもう16万キロ回した中古、まあ、オーバーフェンダーをつければあの大ちゃんもベスト2に入れると。ロックナットまで乗っかってて生活感が出てる。出とるです。車検とか、ああ掃除はしとるです。すごい。ではいよいよ第1位、仮想大賞ナンバーワン、エグジットチップトラック R、ね、これだもん、ハウエパトロールだもん。そうですよね。これチューニングカーじゃない、ね、仮想のナンバーワン。今年の流行はアメリカンと言ったでしょ。そうですね、はい、バカがバカがですか。だからもう、ね、俺は今年の流行アメリカンって言ったらハウエパトロール作ってきた。もうエンジンなんてどうでもいい、ええエンジンなんかどうでもいい、ね、どうでもいい、エンジンとどうでもいい。でもカラーリングモノホンですよね、モノホンですよ、ね、これは、もうあのね、あの何なんとかパトライト、あれも本物だって、こんな車でさ、でも高速道路走ってたら俺らち暴走族ってやばいよな。やばいですね、まあ、一瞬ドキッとするよな。しかしね、これもいいけどね、あともう一度あるんだよ、そこのほら、あの黄色いやつ、ヒナイトがね、黒のタクシーって日本ダサいだろ。そうですね、これイエローキャブするとかっこいいよね。かっこいいし、シャコタンじゃないですか、ね、ボディまるで軽いから、04仕様すると思うんだ。04仕様、後ろナローにしてイエローキャブの04仕様、これ絶対かっこいいと思う。あこれは使えるよ。チューニングはね、遊びよ、遊び、わかる。でもやっぱりね、今年はアメリカン仮想大賞ナンバーワン、変わったパトカーに乗っとるですばい。そうそう、でもこれチューニングカーだよな、ちょっとなんか付きあるとでしょうね、だってこれ今ちょっとシュートレバー触ったらこれ6速入っちゃったもんな。 EDA もついてるし、まあメーターも320キロタグメーターも1万1000回転で、シフトランプもついてるもんな。完璧なるアメリカンパトロールカー仕様ドラッグカーだな。カーですか。お客様どちらまで。ちょっとね、中洲のホテルまで行ってくれよ。中洲のホテルに。おラブラブのホテルですね。おじゃあ行きましょう。ということで早速注目マシンを引っ張り出しました。はい、安城セントラルパーク、オッケー。なんかわからんけど、オッケー、オッケー、いらっしゃいませ。お客様、どこ人だ、どこ人。
え、チリ人です。ニューヨークで何年ぐらいだタクシーは。いや、まだ。え、初めて。ニューヨークタクシー違う、わからない。ニューヨークのタクシーは乗り心地悪いな。あるか。こう人が一回回すことによりこう肌になったですばい。そう、捕まえに言い回します。結構の妄想ですか。チャチーボントだな。パトカーに乗った人が一番悪そうですね。俺たちはチップスだよ。カリフォルニアハウェイパトロールだぞ。いや、お前パンチやね。そう、もう抜いてしまえ。いやー、すごかったね。すごかったですね。今年も2月ずっと東京から、え、名古屋、大阪、福岡、名古屋、大阪、福岡、ここまで来たけどね。来たけど最後にやっぱパトカーすか。パトカーもう何しろね、もうこれに乗ったらね、エンジン中にな、みんなプータローなしでいいんだろ、たくさんあれ、みんな警察で応募するよな。みんな警察になったら面白いですね。そして警察がみんなね、暴走族走ると暴走族もよく分かって理解してね、俺を抜いたらどうしたらとかね、そう、いい関係ができるだろう。いい関係になるですね。やっぱみんな警察官になりましょうや。もう走り屋と警察官の融合、これも今年のテーマだな、うん、よし、ということで今年はバリバリ行きますから警察になりましょう。